さあ、こんにちは、大友潤です。今日もテストの動画をちょっと作りたいなって思ってます。で、なんかね、この間あの動物園家族で行ってきたんですけど、その時の動画のデータが全部飛んじゃってて絶望してたんで、まあこういう日はちょっとテストかな、いろいろあのテストかなってことで、防備力としてね、動画にまとめておきたいなって思います。はい、これ皆さんご存知でしょうか。じゃん、イーミートルナっていうところ、イーミートルナじゃないや、イーミートっていうところのが出してる、ダイヤルなんですけど、ボリューム、ダイヤル、これでピント合うかな、ワンクリックツーミートってやつで、ビデオ会議の時とかにあのここを押すればすぐマイクがミュートになったり、でマイクがまた押せばオンになったりとか、あとこうダイヤルを回すと、あと音楽が一個早送りになったりとか、あと早戻しになったりとか、あとはこう押しながら回すと、あと一個次の音楽に行ったりとかっていうことができるあのダイヤルになってます。でこれをあのちょっとカスタマイズしてちょっと使えないかなと思って、でそういう使ってるね、あの記事とかももう出てるんですけど、まあ、一応あの僕 Windows で使おうかなと思ってて、ダヴィンチリゾルブ、僕の編集ソフトですよね、今あの立ち上げてるあのソフトなんですけど、これにちょっとこのダイヤルを使おうかなっていうふうに思ってます。まずは、僕がよく使うのがタイムラインの拡大縮小なんですよね。でそれがどこら辺でやるかっていうと、ここなんですよ、まあ、ここのボタンでこうやって縮小したり、拡大したりっていうのができるんですけど、はい、でちなみにショートカットはシフト押しながら Z でいい感じの大きさに全体がなるっていう、これ紙ショートカットですよね。で、まあ僕はもともとこれ今、ダヴィンチリゾルブで使うスピードエディターってやつ、スピードエディターを使ってるので、ダイヤル自体はあるんですよね、もともと。なんで今エディットページですけど、エディットページでこうやってダイヤル回せば動いていくんですよね。はい、でまあ、このダイヤルは結構便利で、細かくもできるし大きく動かすこともできるし、こう3種類ね、あの行くスピードが調節できるんですけど、でまあ今回イーミートルナは、まあ、あの僕がねあんまりねガバガバ動かないような感じに設定して、こんな感じ、まあ、ちょうどいいかなって感じあるんですけど、クリップとクリップの間にはぴったり止まんなかったりもするんで、そういう場合はやっぱりこう矢印キーがこう必要になっちゃったりとかする感じもありますけど、まあまあこれはこれで使えそうかなっていう感じで、押しながら、このボタンを押しながら回転させるとタイムラインの拡大縮小なんですけど、ちょっとね、動きがあんまり良くない。押しながら回転すると拡大、押しながら回転すると縮小、これぐらいのねタイムラグがあるんですよ。今見てて分かるってもらったと思うんですけど、まあ、今ちょっと 60fps カメラ回してるんで分かりやすいかなと思うんですけど、これぐらいのちょっとタイムラインラグがあるとちょっと慣れが必要かなっていうところ、思ったよかスムーズにいかないなっていうちょっと残念さはあるんですけど、はい、まあでもこれ結構ね今あの新商品でAmazon なんかでも売ってますし、早割りがあるのかな、 30% オフか 20% オフみたいな、 Amazon ちょっとねチェックしてみていただけるといいかなと思います。別にダヴィンチリゾルブだけじゃなくても、あのいろんなソフトでねキーボードショートカットを設定すれば便利に使えるようになるものですんで、いいかなっていうところです。はい、まあこっちのねスピードエディター僕結構使ってて、こっちがねいいんですよね。うん、まあ、全部が全部手届くかって言われるとそうでもないんですけど、まあ、これの組み合わせでちょっと今後は行きたいなって思ってます。まあこういう日はねちょっとできる限りテストして、まあ、いろんなことをねあのまた取り入れて動画編集のスピードなんかもねアップしていければいいかなって思ってます。はい、どうもありがとうございました。大友潤でした。